白花洋市朝鮮アサガオは、世界の温帯から熱帯に分布する、ナスカの一年草である。俗名は、古いヒンドゥーの言葉で、植物を表すデトゥーラに由来する。種小名ストラモーニアムは、この種のギリシャ語名をつけたものであり。白花洋市朝鮮アサガオは、他の朝鮮アサガオ族ダチュラと同様に、アルカロイド類を多く含み、薬用植物として用いられる。 特に早種は幻覚剤として使用されることがあり、知識不足による過剰摂取で病院に搬送される人や死亡する人もいる。高さ1から1.5メートルほどの茂みを形成する自家製排種の一年草。葉は柔らかく、長さは20センチメートルほどで不規則なギザギザがある。茎と葉面は無毛。茎が緑色のものと暗視色を帯びるものがある。 夏から秋にかけて香りのある6.5から9センチメートル長のトランペット状の花をつける。花の色は白からクリーム色またはスミレ色。花が完全に開花することは稀である。果実は卵型で鋭い棘に覆われている。成熟した果実はクルミほどの大きさで4室に分かれていて中に多くの黒い種子が入っている。花が 白色のものを白花洋紙朝鮮アサガオ、花が墨で色で茎が、暗心色のものを洋紙朝鮮アサガオダチュラ、ストラモーニアムバリエーション、タトゥーラ、ダチュラタトゥーラ、果実に、差しのないものをハリナシ朝鮮アサガオダチュラ、ストラモーニアムバリエーション、アナーマススキンスアンドテル、として区別することがある。白花洋紙朝鮮アサガオの元々の生息範囲は、詳しくわかっていない。 最初に分類し、学名をつけたのは、スウェーデンの生物学者、カール・フォン・リンネであるが、それ以前にも、ニコラス・カルペパーなどの植物学者による研究がなされていた。現在、本種は、世界各地の温暖で穏やかな気候の地域において、野生化しており、道端、農地、牧草地、芝地、肥料の山など至るところに自生している。ヨーロッパでは、アレチア。 ゴミ捨て場の雑草としてよく見られる。種は鳥に運ばれたり、落下によって伝播すると考えられている。果実の改裂により1から3メートルの範囲に種子が撒き散らされる。日本には明治初期に到来し、現在は各地で野生化している。白花用主朝鮮朝顔は、その全部くらいに毒性があり、人間や家畜、ペットなどを含む動物が摂取すると命に関わる。 恐れがある。地域によっては、栽培や売買が禁止されている。また、この種が自分の庭に生えているのを発見したときは、取り除くことが推奨されることがある。活性成分は、トロパンアルカロイドのアトロピン、スコポーラミン、ヒオスチアミンであり、これらは、専門発生物質ディリリアンと、抗コリン薬に分類される。気晴らしのために不用意に摂取し、中毒状態になり、 多くの場合入院したり、場合によっては死亡することがある。典型的な中毒症状は、洗毛、異常高熱、貧脈、異常な行動、賛同とそれに伴う、はじめである。これらの症状が数日間続く。顕著な健忘もよく報告されている。過剰摂取、中毒の解毒剤として、フィゾスチグミンが選択されている。誤って、 白花洋主張セガサガオを支柱に入れて食べてしまったため家族6人が入院するという中毒事故が米疾病対策センターによって報告されている。白花洋主張セガサガオの原産地候補である南アジアと北アメリカでは宗教的な行事に用いられることがあった。ヒンドゥー教の柴神はダチュラの煙を吸うことで知られ現在でも祭典や記念日には その緑色の小さな果実がシジ寺院に収められる。シバラトリなどの祝祭では、ヒンズー教の平身とは神への祈りに際して、ダチュラの煙ではなくマリーファナの煙を使用する。ダチュラの煙を吸うことでどんな症状が現れるかは予測できず、致命的な結果になることもあり得る。また、アルゴン菌や類生ョなどの北アメリカ先住民も、 本種を宗教的な儀式に用いる。本種はアメリカ合衆国ではジムソン・ウィードと呼ばれる。これらの古称はバージニア州ジェームズタウンに由来する。1676年に起こったベーコンの反乱を鎮圧するためにジェームズタウンにイギリス軍人たちが派遣された。そこで彼らは白花用主張セガサガを独走と知らずに食べ中毒症状を起こしてしまった。 彼らは接種後およそ11日間、異常な精神状態になった。ジェームズ・タウン・ウィードは世界でも有数の完成の薬草であるように思われる。ベーコンの反乱を鎮圧するために送られてきた兵士たちはジェームズ・タウン・ウィードのワカメを集め、煮てサラダにして食べた。彼らの何人かはかなりの量を食べており、それから数日間は生まれついての馬鹿者のように変わってしまった。 その異変はとても愉快な喜劇のようであった。ある兵士は宙に舞う羽をひたすら吹き上げ続け、もう一人の兵士はその兵士に向かって激怒しながら、麦わらを投げ続けた。さらに別の兵士は全裸になり隅っこで猿のように、座って、彼らに向かって、しかめっ面をしたり歯を剥き出しにした。四人目の兵士は同僚たちに向かって、キスをして回った。また、ベタベタと触りまくり。 その顔の前でどんなオランダ道化師よりも滑稽な表情で嘲笑したりした。その狂気じみた様子から彼らがその愚行によって自らを傷つけたりしないように監禁されることになった。しかし彼らの行動は非常に無垢で快活であるように見られた。ただ彼らは非常に不潔で止められない限り糞便の上で転げ回ったりした。このような悪ふざけを数えきれないほど言った後、 11日後に彼らは正気を取り戻したが、その間の記憶は全くなかった。ザ・ヒストリープレゼント・ステート・オブ・バージニア、1 7 0五白花洋首調整朝顔はイギリスでは悪名を得ている。マスコミがサフォーク州に自生していた本種をハリー・ポッターシリーズに登場する架空の植物、デビルズ・スネアであるといった2009年の夏枯れ時に書かれた記事のせいである。 リチャード HUVA, ヨゼフ・ C ニールヨゼフ・ M、ジトマソ、ウィーズ・オブ・ザ・ノース・イースト、PP312-313、ジムソン・ウィード・ポイズニング・フロム・クリニカル・トクセコ・リジー、レビューディセンバー1995、VOL18.REPRINTEDATEROWIT.com。この記事には、アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の、 百科辞典本文を含む、チザム、ヒュー、エド、インスイクロープディアブリタニカ、ケンブリッジユニバーシティープレス、タイトルイコールは必須です。ありがとうございます。